皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。あ、はい、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド実況プレイのパート39やっていきたいと思います。さてさて、前回は E ガダンからこの雷鳴の兜というものを奪い返すことができました。一応これをですね、ゲルド族の姫さんのところに届けまして、これから、神獣解放のため活動していきたいと思います。さあ、あそこに入るためにはね、助走をしなければならないので、やっていきましょう。安くねえな。また買っとかないとな。よし。さて、ちょっと矢買っていこう。どこで買うんだっけ？キノコ。肉。あ、あった。ダイヤも少ないな。よし。あ、取り返してきましたよ。あれ、いねえし。時間帯の関係でいない？しょうがないな。どこいたの、翔ちゃん。あ、2階か。あ、あ、いた。待っておったぞ。語らずともよい。俺でもこのゲルドの特徴だ。お前から溢れる神器の力ぐらいわかるわ。わらわは見ての通り、まだわらしじゃ。民の目は皆温かいが、それがわらわにとっては辛いこともある。一日でも早く、真の意味で族長として認められねばと気負っておったが、神器を盗まれた時は、正直目の前が真っ暗になった。そんな中、お前が訪ねてきてくれたのは、ウルボト様のお導きであろう。さあ、兜をここへ。どうだ?でかいね。お、早速なんか、その兜を見て思い出す。どうでもいいけど、その兜は前見えるの？
ああ、呼び立ててすまなかったね。でも早かったじゃないか。さすがお姫様好きの騎士だ。今日の調査も張り切ってたからね。疲れが出たんだろうさ。で、どうだい？この子と仲良くできてんのかい？そうかい。でも勘弁してやりなよ。お姫様はあんたの背にある剣を見るたび落ち込んじまうのさ。自分はハイラル王家の出来損ないだって。それはあんたのせいじゃないんだけどね。この子はさ、ずっと頑張ってきたんだよ。封印の力を得るために小さい頃から毎日毎日祈りの修行。冷たい泉で無理するもんだから熱出したり倒れたり、それでも力は得られなくて、せめて自分にできることをって異物の研究まで始めて。本当にいい子なんだ。だからさ、守ってやるんだよ、あんたがね。冷えてきたね。そろそろ起こした方がいいな。ん？ああ。ウルボさん、何ですか今の。あなたどうしてここに。どうか、ウルボザがこっそりリンク呼んだのか。どうした、ぼーっとして。それよりも、どうだ、似合うか。ごめん、素直に言うわ、ちょっと大きすぎ。おっと、ずれた。そうか、神獣バ・ナボリスが徘徊している場所だが、神器を捜索している間に大きく変わった。いずれ町にも危険が及ぶやもしれん。わらわは族長として、ギルドの民として、何としてでもあれを止めねばならぬ。共に行ってくれるな。もちろん。なんだろうな、戦いの前だというのに。お前の一言でこうも心が落ち着くとはな。わらわは先に行っておる。町から南東にある監視所で落ち合うとしよう。ナボリスには砂だらしに乗らねば近づけん。監視所は町から相当遠くないが、腕ならしも兼ねて砂ざらしで来るといいだろう。わらわの愛砂ざらし、パトリシアちゃんと共に待っているぞ。カブタずれる、うん、にしてもやっぱり大きいな。さて、では砂ざらし借りていこう。落ちてこないか。ほう。ほう。バサー、バサーク。ああ。じゃあ、ありましょう。立てないとなんかもらえるのかな。特別な盾。なんかあんの？ナボリスはあの辺か？うん。見えるか。神獣バ・ナボリスは目前だ。しかしあれに近づくためには砂ざらしを使わねばならぬが。
覚悟はいいか？もちろん。うん。そうでないとな。まずは砂ざらしに乗ってあれに近づく。先導はわらわが行おう。お前は隙を見て、あれの四つ足を爆弾矢で撃ち抜くのだ。ナボリスは地の力を得て駆動している。そこを狙えば必ず動きを止めるはずだ。だが、あれから放たれる落雷は凶悪だ。一撃でも食らったら致命傷は免れない。この雷鳴の兜があれば落雷を退け、お前を守ることはできよう。しかし兜の力は遠くには及ばない。じゃあむしろよこせ。わらわから離れすぎるとお前を落雷から守ることはできん。いいからよこせ。それだけは忘れないでくれ。あとは、傷を負い、戦闘が困難になったらこの監視所まで撤退すると約束してくれ。決して無理はするでないぞ。これはわらわの爆弾屋だ。少ないが使うがよい。お、買ってきたけどまあいいや。では最後の確認だ。覚悟はいいか？いいぞ。さあ。さて、少し離れてくれるか。我が名はルージュ。正当なるゲルド王家の末裔なり。神獣バーナボリスを沈めんがため、今こそジングの力にすがる時が来た。ゲルドの始祖たちよ、イカズチを持って我が声に応えたまえ。おお。このバリアの中なら安全なんだ。おお、これが神器の力か。力がみなぎってくる。兜ずれてますよ。一時直す。では行くぞ。よし来るな。なんか砂たらしが可愛く思えてきた。ウルボド様、どうかリンクとワラバをお守りください。別にもうこの装備じゃなくてね、ルージュ多分リンク男だって気づいてるよね。じゃあ一応こっちにして火力を少しでも上げよう。そう。見失う。結構ギリギリだな。ん？結構遠いね。あ、でも見える見える。お、攻撃が来るぞ。神獣バーナボリス。よし。
回早かったな。他の三神獣のね、鎮静化の戦いより一番楽だったかもしれないこれ。ルーダニアの方がいくらか面倒だったね。さあ、何はともあれナボリスも止まりました。わらわではナボリスを沈めることができない。ここからはそなたに託すしかない。よし、さて、思いのほかのね、時間かかんなかったんで、もうちょっとこの中探索してみましょうか。リンク、頼んだぞ。任しとけ。いい、早速できるじゃん。ワープ地点としてこの場所をマップに登録します。ああ、懐かしい顔だね。あんたは必ずここに来る。私はそう信じてたよ。ガノンに乗っ取られたこのナボリスを取り戻しに来たんだろ。じゃあ、まず内部の構造を示したマップを手に入れるんだ。今回はどんな仕掛けが待ってるかな。あれがマップの情報が入った誘導石だ。あそこへ行くんだよ。オッケー。さて、ではマスターソードはボス戦前に壊れられっと困るんで、重心の剣使っていこうかな。弱っ。あ、重心の剣が強い。どっかに目あんの。重心はちょっとどうなる。でかいねー。か、もったいない。意味ももったいない。よし、あんなとこに宝箱ぶら下げられてる。どう取れと。どう取れと。ああ、はい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 。こうして。ギリギリさよなら。オッケー、宝箱取れました。あれでハート減ってるしね。しかも、さてさて、これがボスと戦う時の誘導石ね。ないだ。
かな、あれ。あ、てかこの湯結構やっぱいいな。落ちないんだあれ。だって。だよね。あそこ爆弾で破壊できそう。はいはい。反対側も壊せそうですね。お、宝箱があった。まあ、基本そんな大したものは入ってねえんだよな。あれ、ここ閉まってんじゃん。開けられるわけではない。あ、やべ、うん、無理か。いや、ここはよいしょー。ルールブレイカーですね。あーあーあああああ、よいしょ。意味ない。意味ない、残念。ん？何をどうしろと？あ、普通にそこにあんじゃねえか。ここから普通に行けるじゃねえか。よしよし、心中操作ができるように90度回す。よし、心中のマップを手に入れたね。マップをよくご覧、光っている印が心中バーナボリスを制御する端末だよ。ナボリスを取り戻すためには制御端末を全部起動させなきゃいけない。でもあんたならできるよ。よし。おっと。ああ、で、これを調整してやるんだね。っていうと。この一番前のを、回してやろうか。宝箱が。宝箱が。
全部回す。なんだ。これきっとなんか関係するよね。よっと。オッケー。ああ、これ後でやるんだ。じゃあ、で、あ、そういうわけじゃない。あ、そういうわけじゃないのかな。やり方そもそも違うのかな。まずいいか。コスメオッケー。残りの制御端末はあと4個。頼んだよ。開くようになってるな。よし。イーバルトルネードいつでも OK だ。はいよ。なにこれ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 。外してるし。王家の盾。
いいね、かっこいい。面白い。いて。ついちゃったけど、ああこっか、なるほどね。よし、じゃあ今回はここまでにしておきたいと思います。さあ最後の真珠はナボリス、残る制御端末はあと4つ。これをね早く解放して、で早くねボスを倒して、真珠はナボリスを止めて、ウルボ族の魂もね、解放してあげましょう。はい、では、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、実況プレイのパート39、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。